広島長崎への原爆投下の歴史とその悲惨さを伝えようと、県庁で原爆と人間展が開催されています。原爆と人間展は戦争の悲惨さを伝え、核兵器のない社会を実現しようと県原水爆被害者の会などが毎年開催していて、今回で20回目を迎えました。会場には原爆投下直後の写真や広島市の高校生が被爆者の体験を聞いて描いた絵画などおよそ80点が展示されています。こんな思いをしたくないね。人間が持つべきものじゃないものを持ったってことだから、戦もないよ、それ欲しいです。その他、被爆体験者の証言をまとめた冊子や原爆に関連した書籍も閲覧できます。本当に、核兵器っていうのは悪魔の兵器だからあっちゃいけないんだよっていうことをもう伝えたくて、核兵器は廃絶したい、していっていかなきゃいけないねっていうことを伝えたいですね。原爆と人間展は今日午後3時半まで開催されています。